こんにちは。超有名漬物店ダイアスの工房直営店に来ています。今は京都市伏見区や工事にありますが、来年亀岡に移転予定。このお店は閉鎖予定です。店内は静かにしましょう。撮影許可ありがとうございました。低画質ですがいくつか紹介。レンチンしても美味しいとは。紙商品小さなダイアス、単身者や味見などに最適な1食分おすすめです。ブドウとカブラ648円、去年新発売、好評だったので今年も販売。裏面ダイアスさんは国産野菜で、化学調味料、防生保存料、防生着色料不使用。聖護院カブラとマスカットを合わせたデザート感覚のお漬物とのこと。いただきます。想像していなかった味に脳が混乱。甘い和風ピクルス感、酢漬けでした。浅漬け的なものと思ってました。ぶっちゃけご飯には合いません。確かにデザート感覚です。次、小さなダイアス、タンパクの本しめじ162円。裏面塩分低めで健康的、しっかりキノコ味、不思議と塩分低いのにコク感じます。お酒にもご飯にも合う美味しさです。最後、小さなダイアス、しその水で162円。裏面塩分激高注意です。味がきれいにまとまっています。うまい。単品よりご飯のお供向け、ご飯が進みまくります。体重注入。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価していただけると嬉しく励みになりますので、どうかポチッとお願いします。